野球伝道博物館理事長、斎藤厚よりご挨拶申し上げます。野球伝道博物館理事長の斎藤でございます。え本日は、なかなか環境の厳しいところ、皆様、この伝道博物館、えー、入りの式典にご参集いただきまして、通知式にご参集いただきまして、本当にありがとうございます。えー 本来ですとですすとね、この会場にメディアの方々、もちろん理事会の会員の方々、たくさんご参照いただきまして、大変にぎにぎしくこの式典、やるんでございますけれども、残念ながら、ですね、このコロナのせいといいますかで、去年に続きまして、ですね、このメディアの方や理事会の 会員の方はオンラインで今日参加していただくということをお願いしておりますご了承いただきますようお願いいたします、えー、もう皆さんご存知の通りですね、えー、この電動野球電動というのは63年前、えー、1959年ですか、えー、野球 に大変な功績を残された方を称えましてリリ,リリーフを計画いたしましてですね永遠,永遠というかまあ長く皆さんの功績を称したいということでスタートいたしました今までプレイヤーの競技者の方々で98名の方が ここに契約そして、えー、まあいろいろ支援をなさった方々野球の発展に競技以外で貢献をしていただいた方々111名ここに契約をされておられまして合計で2 0飛び9名の方々があまあ 皆さんの功績を称するということで、えー、長らく永遠にここで称、えー、していきたいというふうなことで企画されましてここに、えー、この会館会員ができております。えー、今回今年はですね、えー、日本に野球があの、まあ、紹介されたといいますか導入されて。 ちょうど 150, 週150年目ということでございまして、大変記念すべき年になりましたけれども、その年に、競技者のほうからはですね、高津臣吾監督、ヤクルト、スワローズの監督、そして中日ドラゴンズで長くご活躍なさいました、山本昌様。 このお二人が選ばれました、えー、エキスパートの方はですね昨年に続きまして今年も選考がありませんでしたそれから特別表彰の方といたしまして松前秀吉様 首都大学野球連盟をお作りになったことをはじめとしてですね、特に学生野球に多大なる貢献をなさり、あるいは国際的にもですね、当時のソ連にまで行って、野球場を作るとか、いろいろご努力をいただいた大変な功績者でいらっしゃいます、この3人の方が選ばれました。 改めまして、えー、おめでとうございますと申し上げたいと思います。この選考理由等々につきましては後で、あので委員、各委員の方からですね、えー、説明があると思いますし、今日は会場にですね、えーまあ、あの高須さんやあ山本さんをはじめ、えー、古田さん、原さん、そして東海大学学長の山田様、 あいらっしゃっておりまして、えー、原さんと山田さんからあの古田さんからは、えー、いろいろ祝辞とともにですねエピソードをたくさん聞かせていただけると楽しみにしております、えー、まあこういう意味でオンラインの参加ということを頂い,いておりますことに改めて感謝しますとともにですねどうかこのののの博物館そのものの 今後のご支援、ご指導も賜りますようお願いいたしまして、簡単でございますけれども、祝意に変えてご挨拶とさせていただきます。本日はどうもおめでとうもとございました